皆さんこんにちは。札幌国際芸術祭2024ディレクターの小川秀明です。この度次回芸術祭の6つの会場が決定しました。これまでの芸術祭でも会場となった北海道立近代美術館、燃えれ沼公園、札幌芸術の森美術館、さらに、札幌文化芸術交流センタースカーツ、札幌雪まつり大通り2丁目会場、そして旧北海道式劇場としてたくさんの舞台公演が行われてきた東1丁目劇場施設、この3箇所が初めてのサイアフの会場となります。サイアフ2024のテーマはラストスノー、始まりの雪。各会場ではどのような展示企画が皆さんを待っているのか、プログラム概要は来年初旬に発表します。アートを通して未来を考える芸術祭サイアフ2024、皆さんぜひご期待ください。